しかないでしょ。取って初めて、やっと認めてもらえるのかな。チェーザーはその試合出るってことももちろんだけど、まあ、とにかく自分のやってきたことを間違っちゃいなかったっていうところを。ก็ดูมุ่งมั่นแล้วก็พยายามいいんですか今年も。今年もやるの？いざで。じゃあ。2020シーズンの新加入選手が勢ぞろいしました。大きな拍手をお送りください。上側に、今シーズンの意気込みを書いていただいて。意気込みじゃないですかこれ、まあ、サインの、まあ、下なり横なりに背番号を書いてください。それもそれで感じから貢献の効果もですね。はい、でした。海、海。県が分かんないけど。南かけますね。どっちがですか。試合から。右の。え、高田君なんて書いたの。楽しみ。チームの力でな。優勝。全体取る獲得です。なんで書いた？貢献。デジカメしかないでしょ。4つ目の星が付け加わったということと、右の袖の部分にはゴールドのバッジ、チャンピオンバッジというのが入っています。石田選手、まず気持ちはどうですか。毎度のことながら最高です。毎度のことながら最高ですよね。今日はなんてこうに呼ばれたんでしょう。モデルがやっぱいいですからね。それはありますよね。日産 GTR 贈呈のセレモニーを行うこととなりました。それでは早速出てくるの。何だよ、すげえ。
Let's go! Come on, Kimo! Rio! バカチョウ、もう一度行きましょう。ボール使ってちょっと、やりましょう。優しい、一人だけ。一人優しいねんな。負け。ユキ君優しい。水。見て。見て。まあ疲れた。これ優しくない。強いな、すげえ。中閉じて。もうどんどん動かすよ。はい。きつい。シーズンチャンピオンになって周りの見る目っていうことで言えば変わっていくのかもしれないけど、あんまり自分たちの取り組み方とか望む姿勢みたいなものが変わるかっていうと、自分に関してもそうだしチームとしてもそうではないのかなっていうのがあって、また一から積み上げていくしかないし、前年チャンピオンっていう称号が保証してくれるものは何もないので、去年よりは、まあ、気持ちの面はそんなに変わっちゃいないですね、特に。でも自分ではそう思ってるかもしれないけど、やっぱできなかった分の時間があるから、自然にさっきのゲームだったら一歩出ないところ一歩出してみたりとかっていうのは今年あるのかなって思います。しっかりまた前の戦でバスが連覇なのか ACL のまた制覇なのか2番なのかというのが何を取るか分かんないんですけども、やっぱそういうものを獲得に向けてやっぱできればなっていう部分は取って初めてやっと認めてもらえるのかなって思ったんで、今シーズンはその試合出るってことももちろんだけど、結果も去年以上にこだわって上昇軍団にしていく役割をできればなって。ここに来たからにはそんなサブで終わりたくないし、スタメンで出たいんで、もっと見るとこ増やしたり、もっとデュエルしたい。シンとチアゴとマキ君も持ってない部分を僕が出していけたらいいのかなって思います。またこのエンブレムつけてサッカーできるチャンスだっていうところと、なんかすごい心の中がワクワクドキドキというか、そういう気持ちが本当に出てきて、まあ、とにかく自分のやってきたことを間違っちゃなかったっていうところをマイノスのユニフォームを着て示さなきゃいけないと思うし、それプラスやっぱり優勝した次の年に呼ばれたということは連覇を狙ってる ACL 取りにもう間違いなくそれに限ると思う。その挑戦に向けて一緒に挑戦できるっていうところは、少なからず自分の今までやってきたことは必要とされているのかなっていうところをものすごく感じてますね。愛情。
Já são 8 anos vivendo o caminho profissional e no futebol já são 15 anos. Eu sempre falei para os meus companheiros de trabalho, em todos os trabalhos que iniciamos, que a pré-temporada é o período mais importante, que é onde a gente adapta o nosso corpo e se prepara para a temporada. Então eu estou muito feliz de estar conhecendo esses dois lugares junto com os meus companheiros e já deixando minha marca em cada cantinho, né? Isso é importantíssimo também, porque isso é um sinal que o trabalho coletivo está sendo bem feito. ครับก็ก่อนอื่นก็ดีใจที่เป็นแชมป์ในปีที่แล้วแต่ว่ามันก็จบไปแล้วแล้วก็บอสก็บอกเองว่าเราก็ต้องปีนเขาใหม่ในปีนี้อะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องเริ่มจากข้างล่างใหม่แล้วก็ปีนขึ้นไปอยู่บนยอดให้ได้ปีที่แล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็พยายามทำงานหนักในปีนี้แล้วก็ผู้เล่นที่เข้ามาใหม่ก็ดูมุ่งมั่นแล้วก็พยายาม ปรับตัวเองเข้าหากับแท็กติกมารินอสก็เชื่อว่าปีนี้ก็จะเป็นปีที่ดีกับของมารินอสอีกปีนึง